怪物現れ、庶民を悩ます事を数知れず、よって速やかに成敗せよとの勅命なれば、これよりは一条戻り橋を指し、そわばやぞと思うなり。
もなく早い事情を戻りましあたりにもつきたりと覚えて候されはしましこのあたりの様子をまうかがわん。おい
おばあさまよ、一生もつれな、たかんかんをもたれ、上から下まで、なでま。仕事をしようっても大方50度ぐらいな縦屋の中で仕事をしおるけ、まあ、汗をかーて脱水症状に毎日なりながら、いや、やりよったよ、あのもんで、やれやれ、まあまあ、いや、それにしてもですよ、まあ大体毎年はね呼んでもらえんなんですけども、今年はですね、大賀神社ご次会さんがですね、今年もどうしても頼みますけいて、ああ、春田植えする前ぐらいだったかの言うて気に去ってから、まあ今年もいいんですかいのって言ったら、ああいい気圧かさいや言うて言っちゃったけ、ああ、無事はよろしくお願いします言うて次第でございますがの、まあこの横谷神楽団もですね、まあ、ああは言うても青賀とだいぶご縁がございまして、はあ、今は亡くなりましたがね、ああ、年に2回ほど、山口県は山陽小野田市に熊野神社いうとこがあるんですよ。あそこへですね、年に2回ほど行かせてもらいよった時に、ああ、ここのあの、岩崎工事センターの社長さんやら、あ、佐々木の勝明さんやらにね、バス運転してもろうて、あ、連れてってもろうたもんですよ。あ、インターからね、インター乗ったら、インターじゃない、三好インター乗ったらね、はビールカシャってやるもんじゃけ、は各駅停車よ、あんたら大概にせえよって怒られたことは何遍もあるんだが、まああがなことでですね、あ、深いあのつながりがありまして、また今ですね、横谷神楽団の練習場を改修しおるんですよ。その改修してもらえるとこも岩崎工事センターいうことで、まあまあこれはこれはまあね、お世話になりっぱなしで、ああ、今日ここで恩返しできりゃいいんじゃあるんだが、できるかどうかはまあ分かりませんが、精一杯やらせていただきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、やれやれ、まあまあ、はいはい、まああがんにちゃぶちゃぶ言ってもの、まあ神楽いうものはね、あがんにすぐ済みませんね、まあ、だいたいまあ1時間半から2時間ああ見てもらえば、ああばっちり理解してもらおうて、ああ帰ってもらえる思うんじゃが、まあ今日はまあ朝までやるけえね、みんな付き合うつかさいよ。はいはい、よし、おいじゃあ自己紹介をしますけど、はい、ああ、そもそもこのところに進み入れたるものは下野の国、あら、わし今日はどこ行っておるんか、傘を売るんでの、わしこの役が初めてなんでの、
あ、すいませんの。そもそもこのところに住み入れたる者は一条は戻り橋あたりに住まいをいたす人呼んでホラの吹太郎。ああ、外国の言葉で申しますれば口カーラーでまカーセーのオンノーというような、まあああいう天気もないようなもんじゃございますが、ああ傘売りの全米と申す者にて候。よっしゃ、これでわしの役目は一つ済んだ。ああ、まあ梅雨の季節もはあとうに過ぎ、秋雨前線がやってきて、もうちょっとしたらまた台風が来るじゃの、どうなのこうなの言えるんで、まあここへ一つの傘の呼び売りをして傘を売って帰れ言うて、母ちゃんがうるさいんよ。あんたはこれ裏には銭がないよって言ってたけど、こういうことでの、今から傘売りをしますんで、いる人はああ言うてください。1本1000円から、はい、よろしくお願いしますよ。ちょっと待ちくださいよ。の見せびらきをしますけど、今日はのちょっと東京まで仕入れてきたんだからの、東京まで仕入れた傘を見せてみようかの、これがいい、これが行くで、東京から仕入れた傘がこれじゃ。おいおい、やるやる、これ縄じゃこれ。いやー、こがなけの毎回売れんのんやの。ほいじゃこれをしてみようか。よいしょ、またこれもこがなことじゃ。やれやれ、まあまあどがするんかいの。やれやれ、まあいなげなもんでござるよ。これこそダメじゃ。いやー、団長、母さん買うてくださいや。あんたは東京行ってそのキラキラな服に全部かけたんだろ、金を。ああ、ほいじゃけこんな傘しか買えんのんじゃない。ああ、なんぼしたんそれ。15,000円。ほらな。ああ、あがいて怒られる毎回の。ほいじゃこれは、これぐらいならまあいいか。ほいじゃの、これで呼び売りをするけ、いる人はこう使わさいよ。よっしゃ、さりば傘の呼び売りをいたそうとぞんぐる。叱られる。2日前なら売れたんじゃない。ほうよの、雨が降ったけどな。やれやれ、これ来る日を間違うた。やれやれ、まあ、こんな雨が降る日に呼んでくださいの。はいはい、やれやれ、まあまあ、あ、ほうじゃほうじゃ、わしは一つ忘れとったことがあった。先ほどですね、小柄のもんはしもうて、ゴミが大層拾うて、やれやれ、はいはい、ちょっとそれを貸してくれな。はいはい、これはですね、神社総代長さんがですね、皆さんにお菓子を配ってくださいということなんで、お菓子をここで配らせていただきますんで、欲しい人は手を挙げてください。あ、ダメダメ、
なんで聞いた。欲しい人、欲しい人、はい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 、元気でいてあげるけね。あ、おいじゃ、これなる歌詞をまこうと存ずる。歌詞は盛況だったな。まあ、皆さんに行き渡らんかったかもわかりませんけ、あ、総隊長さんまた来年も呼んでもらいましたら配りますけ、よろしくお願いいたします。やれやれ、まあまあ、おじゃ、まあ傘も売れんし、あ、日も西山に傾きたれば急ぎ我が家を立ち帰ろうと存ずる。ぶち当たったよ。鬼に見える。あら、どうかしちゃった。いかにそれなる里人にお願い申して候。はいはい。何時は傘の商いをいたす者にて候や。そうですね、すいません、傘もらいます。商売道具がないですわ。はいはい、私はね、正直者の、あ、傘売りをなりわいとしつつですね、仏の全米とは我がことでござるよ。我がことでござるよ。こい我がことでござるよ。こい悪く梅雨の空ともなりたれば、雨降りきたなれば、その傘一本お譲りくだされや。あんたしゃあなあか。こが晴れてええ秋祭り日和だのに雨が降っとるじゃなかった。大丈夫か。はい、じゃあもう一回言ってみ。恋悪く、雨降ってます。雨降った。雨降りきたなれば、この傘一本お譲りくだされやの。こや。やるやるやる。あんた髪の毛がほどけとる。女の子よな、あの身だしなみをきちっとせなダメ。わしがやっちゃるけんの。あ、間違えた、ごめんごめん。はいはい、雨が降ってきたけ傘を貸しくださいって。傘を借りたら何もする。あ、動いたらいいかにならんの。その濡れた体をほこいて言いよっちゃった。そうです。はあ、はあ、あがのことね。あは、それはそれは、あ、年寄りじゃないがの、若いがの。まあ、雨に濡れれば病のもと。まあ、今でも風邪をひくいますけの。ああ、よろしゅうござるよ。この傘何時に授け申さん。
これはありがたしもったいなし、はい、誠にぶしつけなお願いなれど。あら、あんたの口上が悪い。あっこはの、あっこはすぐに誠にぶしつけなるお願いなれど言わにゃいけんのにの。はい、やり直し。誠にぶしつけなお願いなれど。いや、まあほんまのことやな。わらわの雨つゆしのぐその間、やっとけえだけの話な。その傘差しかけたまえやの。はいはい、あね、さっきも言いましたが、年寄りがや雨に濡られば病のもと。よろしゅうござる。あ、この傘をし献上して。いや、どっちもええことにならん。まあええか、こっちの方がええ。あ、はいはい、おいじゃ、この傘を差し掛けるほどに速やかに梅雨を拭き取りなされ候。さればお願い申して候。さぞこちらへ。
手頃どころにおいて集ってくれ、うん、いや覚悟いたしておれ。
我が武勇を呼ばざるにより大滅取り逃がして候されど怪物の左の階段を切り取りたれば幸いなりさあれば夜行寺を馳せ登り大光殿に荘門なつかまつらう、はい